沢田長次郎は日本の実業家。津軽鉄道第6代代表取締役社長。東北鉄道協会会長。日本民営鉄道協会理事。青森県五所川原市生まれ。平山た之介初代津軽鉄道社長は、外祖父。青森県立五所川原高等学校を経て、1963年に一橋大学小学部を卒業。 今井ゆ元もと富士フィルム代表取締役副社長は、一橋大バドミントン部の同期でしたし、大学卒業後は、三菱商事に入社し、大王国駐在、オーストラリア経営者採掘会社社長、三菱商事資材部長を経て、2003年まで、MCE コ産代表取締役社長。2004年、五所川原市に帰郷し、債務長下となっていた津軽鉄道の、 第6代代表取締役社長に就任。経費削減やイベント列車の拡充等を進め、地元の協力を得て、2008年までに義務付けられていた、緊急保全整備事業の資金調達に成功し、鉄道存続につなげた。日本民営鉄道協会理事、社団法人御所川原市観光協会幹事、国土交通省 DMV の導入、普及に向けた、検討会員、 東北地方交通審議会臨時委員、青森県立五所川原高等学校同総会、会長を党も務め、東日本大震災では、東北鉄道協会会長として対応に当たった、漫画、鉄本の沢村社長のモデル、ありがとうございます。